神は滅んだ。祈ることなど無意味なことだ。救済の道は唯一一つ、絶対の虚偽のみ。終焉望み破滅に去る。想定は生まれし世界の定め。振り向くな神の子よ、こうな魔の尻よ。永遠の安定、虚無は今ここに。ということで、今回は、スカルフェインを入れたビショップのデッキを紹介していきたいと思います。まあ結構新ジャンルですね。アミュレットがもう大半っていうか、アミュレットばっかですね。でスカルフェインを出した時にはもういっぱいフォロワーが展開されてる。まあ想像してみてください。はい、まあワクワクしますよね。ガッチャ勇気重大ですよ何言ってんだはい、ちょっとね、わけのわからん茶番劇はよしといて、だからこれ結構見た感じでニコシがもう右にいるんですよ、この重機の呼び声がこのね、こっからハゲからこの身長の呼び声以下全部ニコシマナーカーブがっていう形で、ちょっとね、アミュレットを多くしてみました。どれだけ戦えるのか。まあ重機の呼び声が出しただけでも結構ね、強いんで、まあ非常に戦いやすいかなと思います。はい、まあスカルフェインは出したいですね。まあスカルフェインがキーカードで、スカルフェインのね、魅力っていうのはたくさんあって、今後新パックが出た時に、要はカウントダウン10とか出てきた時にな、超最強モンスターが出せたりする可能性だってあるんですよ。だからスカルフェインはね、まだまだわからない。まだまだ期待できる。そのね、だからエンシェントエルフみたいな感じで、もうずっと使われ続けるキャラじゃないかなと思います。はい、絶対来ますからね、アミュレットに強いカード。1コスはなんて強いんや。やばいですね、1コス2コス3コスしかないまあ安定はすると思います。はい、これ勝っていったら、ランクマッチでも普通に通用すると思うし、もうこれですよ、これね。これが強いんですよ、本当に。わかりましたかね。相手をゼロ、一旦切る。弱すぎやろ、今のは。フリーマッチ特有のリタイアやな。まあ、ランクマッチやったらな、すかさずガッツポーズをしてたんですが、まあ、フリーマッチやがそこまで、まあ、嬉しくはないんですけど、てか、まあ、逆に、なんで勝負をしてくれなかったんだっていう感じで終わる感じですね。さあ、2戦目対戦相手は、ビショップ。セイラ、何やったっけ思い出せへんわ、エイラか、エイラですかね。このね、安定感、もう超安定してる。まあ、ハゲが来ると嬉しいかな、高校やと。ただこれ、かなり強いと思いますね。これ、ランクマッチでも多分すごい戦える。まあ、強さはまだわからないですよね。まあ、ここはこれを置いて、ハゲ来ました。はい、これ、だいぶ有利ですね。もうバンバン、アミュレット置いて、で、鉄椎のソウルで、もうお掃除していけばいいので、失踪ですね。まあ、失踪やったらそんな怖くないわ。じゃあ、ここは、バンバンいっちゃいますか。まあ、今の2個すでも、まあ、どっちでもいいですかね。はい。もうどんどん置いていきましょう。もうどんどん置いていこう。どんどん。で、あとはもうスカルフェインというキーカードを引いたら終わりなんで、で、で、漆黒の契約入ってなかったから、結構除去しないとやばいんですが、まあまあまあ、でも。で、次のターン、ハゲ出せないんじゃね、これ。ハゲ出せないよね、これ。あ、出せるか。とりあえず、これ見ろ、これが本来のビショップの姿ですよ。ビショップはこうであるべき。ね。失踪もね、エイラもね、ほんと時代遅れなんですよ。これが本来のビショップ。だってビショップイコールアミュレットですから、アミュレットをいっぱい置いてあげないと、ビショップもね、泣いちゃいますよ。
イリス泣くぞイリス泣くわろたほらほらほら、どん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 湧いてくる。すごいすごいすごい。まずこれ相打ちします。で、悪行おじさんをダーッシュ。しくだ。あ、そっか、前には効かへんにゃ。あー、もうとんでもないミスしてしまった。なんという初歩的なミスや。あ、今のちょっと本当すいません、今の本当申し訳ないです。本当ね、参考にしたいという方がね、見てくださった時にこういうミスをしてしまうと本当ね、申し訳ない気持ちでいっぱいですよ、今のは。あ、今のはちょっとね、本当ふざけてなくて、普通になんかバババババとやってたら何も考えずにやっちゃった、ああいう風になっちゃった。まあいいや、まあでもこれ挽回しますから、まだね、動画を切らないでください。最後まで見てください。あ、今の時点でやっぱ切られるからな。まあ、ここまでついてきてるくれる人はやっぱすごいんですよ。まあ一つの波を越えたというか、まあ、皆さんはサーフィンをしてるような感じで見てもらえればいいですか。何言ってんだ俺。ちょっと大きすぎるわ、ミスが。ミスが大きすぎわろた。とりあえずね、スカルフェン引きたくて、で、ハゲ。うおっとこれは、まあ、とりあえず、これやばない、ちょっと。やばいわ。まあ、とりあえず、こいつ相打ちするかな。して、で、重機と、で、もうわけわからんわ。でも次のターン負けることはまだなさそうやし、まあ、死後置けるのは大きいかな。ただな、ガルラとか来るとやばいぞ。アルミナージでもやばいわ。で、テミス打っても死後消えちゃうからな、次。これがね、いなくなっちゃうんですよね。やばい。ウルズ。予想してた、絶対来ると思った。エッグトマトや、こんなん、エッグトマト。もう次、ガルナ巻きやん。ちょっとな、一つのミスがやっぱ大きなだとなったわ。まあ、テミス打つしかないんですよね、これ。ないですよね。打ちます。でもガルラで終わりやろ。もう知ってるから、そんな。どうせガルラで終わり。ここまでな、耐えてもな。どうせガルラやろ。はい。なるほどな。まあ、でも、ハゲ見せてなくても負けてたかな。でもこのデッキね、なんか使ってて楽しいな。なんかカードゲームしてる感がめっちゃある。だからもう一回やろうと思います。まあ、カウント進めるカードはそんなないから、もうちょっと入れた方がいいかな。その、気高き距離を増やす、1枚増やすか、まあ、ガルラ入れるとかした方がいいかな。7コスまで耐えきれない。二対の炎も強いからな。ただ5コスやから、そのターン何もできないっていうのがあって。アリサですね。はい。なるほど。さっきリタイアした方ですか。先行などハゲはいらないです。で、これもいらないです。で、これね、一応取っとくか。オッケー。重機はまあ必須やからな。先行後攻問わず重機は残すのはもう必須やから、1コス。よし!もうこれ1コスから3コス。やっちゃった!ちょっと待ってくれ、今日ミスが多い。ちょっと、聖なる願いを押そうとしたらさ、聖なる願いを押そうとしたら、ターン終了のボタン押しちゃった。前も同じミスしたわ。あかん、一つのミスがあかんね、これ。で?うわ、ほんともう、最悪やな、これ。最悪ですわ。テミスね。まあ、テミス来たから、まあ、ここは良しとしますか。テミス来たから、まあ、良しとします。
まあ、もしテミスが来てなかったらもうね、さっきのミス大きかったんですけど、テミス来たらまあいいわ。あで、あで、いやー、オッケーオッケー。そんなん全然痛くも痒くもないんで、全く気にしなくていいですね、エンシェントエルフは。まあ、こちらのんびり行きますか。そんないらないわ。まあ、とりあえず並べて、これこれ、こういう状況を作れるのがやっぱね、本来のビショップ。こうカウントダウンをいっぱい並べる。なんかシャドーバースね、私一番最初始めた時ってさ、ビショップこのカウントばっかり並べてね、すごい懐かしいですね。もうフォロワー全然出さなくてカウントダウンばっか出すんですよ。で、めちゃくちゃ強かった、カウントダウンだけ出すビショップが。めちゃくちゃ強かったですね。で、今こういうビショップが見られないのは非常に悲しいなと思います。はい、なっライオン消えたぞ。おー、ちょっと待って、ライオン来る、え、ライオン消えたぞ、お前待ってくれよ、ちょっと待って。そこまで考え、そこまで考えてなかったわ。ひどすぎ、ワロチ。もうデビスいらんて、そんなに。もう鳥ごと消えるか。もうどうせリノセウスやろ。このデッキダメですわ。ちょっと使い方がまだ慣れてないですね。やっぱカウント置くからには、その次のターン出せるカードっていうのをちゃんと意識してやらないと今みたいになるんですね。で、ほらな、これやからもう思んないね。もうこのパターン多すぎ、エルフは。まあいいや。とりあえずね、ちょっと新しく頑張って作ってみたんですけど、あまりにもちょっとひどかったですね。まあでもいいや。まあとりあえずね、面白いので、ぜひ作ってみて、遊んでみたらいかがでしょうか。